パート3ピンの左はあれ多分ゾゾ仕様になってるかもしれない、ね、ゾゾ仕様、これ池に吸い込まれるやつじゃん、ピンの左吸い込まれるやつね、水際のマトゥーリ出ちゃうかもしれないから、あー出しちゃうそういうの期待に応える男、9番で、はい、あの元元のアンダーも無理なので、あのマトゥーリのアンダー企画に切り替えますんでうわめっちゃ筋ってる、入れ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 、入った、うわお多分超ベタピンだ、ベタピン超ベタピン、待ってもうちょっと、やばマジで入る、やば入りそうだった、今日マジホールインワンあります、今日今日ゲンさんがあのね今日やっぱマトゥーリの日だわ全部もう持ってかれてるもん、いやいやそんそんなことないっすよ、9番でホールインワン狙います、はい、さっきでもゲンさんのが入りそうでしたから、確かに俺も入りそうだった、はい、で自分があそこまで近づいたんで、ゲンさんも入る一択です、はい、フェードして、フェードして、でそっちはダメだ、そっちはダメだよ、止まった、えやばい、アップで終えない、止まった、あ止まってる、ここだ、ここインテルはオッケー、ゲンゲン今日生きてればオッケー、もうマテリの日だからねでこれでもうだってバーディー取ったらイーブンになるから、まああと1個バーディー取れば、いやちょっとそういうの言われちゃうと自分プレッシャーでダボしか出なくなるいやもうねメンタルトレーニング、メンタルトレーニング、今日もう今日はね企画変更、マテリのメンタルトレーニング、メンタルトレーニングお願いします、本当にメンタルがもう本当弱い、いやいやマジであれは本当のベタミンよ、そう本当多分こんなんよですかね、オッケーオッケーバーディー、オッケーであってほしいですよ、あ、ちょっと距離あるな、ちょっと手前だな、 1メーターないんだよ、いやでもどうだ、いやちょっと1メーターだんだん近づくにつれて遠く見えてきたよ、いやでも1メーターあるかないか、いやこれもう観客いたらもう大盛り上がりよマトゥーリあんなショット打っちゃったら盛り上がりますね、ZOZO であれ打っちゃったらもう本当に出た方がいいよ本当にZOZO出ちゃいますね、ZOZO出ちゃった方がいい、だって元元推薦で、元元推薦で本当にちょっと誰かスポンサーお願いします大人の力使って誰かマトゥーリをZOZOに出してあげてくださいこんなベタピンにもうZOZO盛り上げること間違いないんでパー3だけ盛り上げる、マジでこれはやばいわ、見てやばい、しかもちょっと戻ってんのかね、ちょっとに落ちる、素晴らしい、ありがとうございます、じゃあゲンゲンとりあえずねあのアプローチしますわギアのゲンゲン、あ、そっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃない、怖かったけどね、なんか雰囲気すげえ、雰囲気いけそうだったけど、はい、端っこの方に映ってればいいです端っこの方にやばい、主が端っこの方でいいとかって言い始めちゃったメンタルだいぶやられてる、あのポジティブゴルファーゲンゲンが、やばい、ゲンゲンはいいです、ゲンゲンはいい、さらっとダボ打ったまここね、はい、本番はマテリーですから来い、来た、ナイスバディ、ナイスバディ、バディ完璧、ありがとうございます、ありがとうございます、イーブン、イーブン、イーブンです、誰か推薦お願いしますわマジでこんな簡単にバーディー取る人います、いや自分もうZOZOのショートで言われたらもう、うん、今日から寝れなくて体調不良で入院しちゃうと思ういやそうそう、いやでもあと2ホールで、あと2ホールロングも残ってるからね、はい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 、で1個ミドルはパーでしのいで、はい、ロングでバーディーで、はい、マトゥーリアンダー、マトゥーリアンダーアンダーか、ちなみにゲンゲンは今11オーバーハーフで11オーバーってもう最近ないんじゃないですか、そんなったら、うん、結構やばいな、よくアンダー出すとか言えたなっていうクレーム来ちゃう、僕いやゲンさんこんな感じじゃないんで、ね、本当はちょっといろいろね、いろいろメンタルやられることがそのカメラの裏で起こってたんで裏でね、あの今日はしょうがないです、そうそう、はい、406ヤード
ここもちょっと難しいんですよね。あの木は越えないんだよな距離的に、はい、意外と、はい、引かなくてもいいと思ってやるからフェード、うん、ちょっと攻めたい。皆さんから託されたこの思いをこの思いをいやでも、まあ、このホールはね、まあ、無理しないで最後攻めよう。パー5でね攻めたいから。あーやって、耐えて耐えて、お願い耐えて、お願い耐えて、出てきて。あどっちキックした？終わった。あー消えた。下消えた。いやでも出してまだ、いやーもうドライバーちょっと違うんだよ。まあまあまだね、わかんないですか。メンタルメンタルメンタル、ゴルフ関節調律やりますね。スレ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 、そうですね、はい、ゲンさんだったら全然聞こえてくる。一緒に玉探しだ。いやいいセット持ちましたね。はい、もうしっかりついてきます。ちゃんとついてきてくれる。ちゃんとついてきます。嬉しいです。はい、嬉しい。背中をしっかり 見ながらゴルフをしたいと思ってますね。はい、頑張って鍛えてくれるように。でも、マスよりもでも本当、わかんないよ。いや、わかんないです。でも、うん、大体、自分、林の方向行ってもいいところに行くんで。確かに。はい、全然自分、不安の思いないですもん、今。自信に満ち溢れてます。自信に満ち溢れてる、はい、マジで林運持ってるっていう。確かに林運マジでめっちゃいいのおかげだと思う。確かに 林のマトゥーリーだから、はい、あの木当たんなければもう OK。 うん、おお、うまいうまいうまい。いって、お願い、止まれ。お、止まった。あれ止まった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 。止まったよ。ちょっとこぼれた。あ、ほんとだけど、でもね、でもナイス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 、耐えた耐えた耐えた。同じく出して、まあバンカー避けたいですね。そうだよね、花道方向にチョンって、はい、行けばいいかな。ピン狙っちゃダメ。そうそうそう。ね、今日は祭りの日だからね、こういう状況です。こういう状況です。これも出すだけです。65、まあ、ちょっとボロボロですけど頑張ります。はい、諦めない。こんな日もある。決めてなんだ、1、2、3、4、まあ決めればボギーね、いいんです、はい、ボギーで上がれれば今日は100ギリゴルファーみたいな感じになってるわ。頑張る。お、マトゥーリ乗ってるやん。これはでかいよ。これはちょっといっとこう。いいよ、来てる、来い。うわ来た、あーナイスナイス、うまっ、うますぎ。いいよ、来てる、来い。うわ来た、あーナイス、アンダー突入しました。やばやば、めっちゃ完璧よ。いや、やば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 い、来た、マジで。いや、スタンド見えた瞬間林のマトゥーリ発動した。入れ入れ、あ、来た、うぇー来たナイスボギーここに来て、ここにね、諦めないでね。そう、諦めない気持ち。そう、諦めなければちゃんとね、神様見てますから、ゴルフの神様。ゴルフの神様見てた、ね、もうスタンドがあるとやっぱりね、こう今湧いたよ、歓声が聞こえた、俺には。歓声も聞こえた。あの、スタンディングオベーションだった。スタンディングオベーション。入れ、あ、来た、うぇー来たナイスボギティーグランドが右だったらあれですけど、もう
ここはね。100%あれは林当たりそうなんで。うん。さすがに。平均で200ヤード。オッケー。ああやっちゃったよほら。出てきて。出てこい。あ下に落ちた。生きてる生きてる生きてる。生きてる。こういうホール。本当にいい思いがない。大丈夫ロングだからロングだから一回見せても大丈夫。ああもう。よっしゃ。ダウンダウンダウン。今度そこだけ。オッケー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 ナイスナイスナイス素晴らしい素晴らしいナイスです。いや前のゲンさんだったら絶対ドライバー持ってたんだろうな。そうね確実に。はい。何が何でもドライバー来てたので木に当たってうわそうそうそう前だったらもう大人になりましたね。大人のゲームパリピ大人になるパリピ大人になる絶対マスよりも、まあ、出せれば、はい、林行っても大体いいとこにあるそう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 林のマスよりも林のマスよりも自動させたかったもん、はい、やっぱ最後まで、うん、ギリギリの戦いをそうそうそうしないんで全部内職内職内職だとちょっとつまんないからねそうつまんないです、はい、ちゃんと動画のあれも考えてくれてます波乱万丈素晴らしいあったどうだ全然だね全然抜けてな い, てな い, いや確かに渋いわワンチャンいくかもうなんか左から攻めた方がいいぐらいな感じだね左のホールみたいな間行きましょうあそこね、まあ、確かに抜けてるけどね、はい、ほんと1ラインだけねはい、1ラインだけほんと1ラインしちゃいますよ多分100ヤード打てばいやこれあそこ打てたら神様よういっとあ、出た出た出たあ、でも出たあ、違うとこに出たいやでも抜けた抜けた抜けたよ、はい、最初の難関は抜けたね、奥のほん本当に最後の木で当たったぐらいな感じだね。これはもう一回ユーティリティですね。調子良かったんで。まあまあ、まあ右サイドかなみたいな。ね。松売の3打目。おお持ってった持ってった。右ラフでも全然次狙えそうね110 154 54おーうまい手前から転がってもうナイスもう以上ナイスナイスナイスバーディーチャンスあるあるある最後よければ全てよしですかそうそうそう終わりよければ全てよしあ、そうそうそう土もねちゃんとまたよりがしてくれるっていうラフでもちゃんと熱中するお任せください前目土袋この一打はでかいですでかいここで、でマツユリが乗っけてワンパットで終わればパーでアンダーですこれなんかそう考えるとやっぱアンダーってやっぱ本当難しいんだねいやクッシー簡単に出したクッシー簡単に出したけどなあの後クッシー試合でうん66ぐらいで回ってたやばめっちゃ絶好調やもんうわいけ奥にあ奥に行った行った行った手前ちょっとね手前かもしれないけどちょっとねラフのあれ甘がみした甘がみちゃんだね甘がみちゃんだ転がってくれてることを祈ろうマトゥーリ手前ゲンゲンも手前マトゥーリ入れればアンダーパーパッこう登ってるんです。
ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。いや、惜しかったな、トゥーリー。本当に、今日一日、まあ、トゥーリーが、ね、アンダー出すということで。違う。元気アンダー出す企画から。元気アンダー企画でしたけど、まあ、今日は、はい、まあそうですね、こういう日もあるよっていうのを、本当になんかパワー取れなかったね。こんな日もあるんだ。まあでも、言い訳言うと、はい、まあちょっと、カメラの裏で、はい、まあ、いろんなトラブルがあって、まあ、確かにメンタル崩壊状態であったっていうのはありますし、やっぱ夏ゴルフなんで、確かに体力がね、はい、まあ、元気はまあいいんです。今日はちょっと置いといて、マズイが本当にあのいいプレーをありがとうございますしてくれて、まあ、最後ねボギー打って、そうですね、イーブンになっちゃったけど、いや、あの17番というかね、あのガッチバーディーやばいですね。あそこのバーディーはマジで気持ちよかった。あのパー3といい、スタジアムがあるとバーディー取れる。そうそう、スタジアムでバーディーバーディーですから本当に良かった。ナイスプレーです。ありがとうございます。でもちょっとあの懲りずにまたどっかで元気ですか、アンダーを出すと、ね、また、はい、あの一緒にお付き合いください。ぜひぜひよろしくお願いします。頑張りましょう。頑張りましょう。はい、自分も練習するようにします。もう本当上手。頑張ります。本当上手です。はい。一応なんか元元、まあ多分再来週ぐらいに、はい、なんか女子プロのなんか大会の、はい、なんかちょっとプチスポンサーみたいなのに携わらせてもらうので、素晴らしい。はい。でプロアマ戦はなんか一応出させてもらうので、そこでちょっとね、また動画は次の動画は。はい、そんな感じになると思うので、いいですね、はい、そこでも今日みたいなこのコーチしないようにしないように頑張りたい。プロから学んできていただいて、そうです、ちょっと今年中には出したいですね。出した、今年中に出します。まだ夏だから、秋が一番ベストシーズンなんで、そうね、ここにちゃんとピント合わせて、ね、はい、持ってきますんで、よろしくお願いします。じゃあ、はい、で今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、楽しかったです。楽しかった、もうとにかく楽しかったです。はい、どんなプレーだろうが本当俺が楽しかったです。ありがとうございました。また見てください。バイバーイ。